そうそうそうおおおおおおちょっとさっきの二の舞はやめてよおお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 おバイバイ。なんじゃそれ梅さん、ちょっと顔こっち あ、そうなん？はい、特訓チーム5匹合計が134センチ、4艇中同率3位です。なんとなく今日のパターンとか教えてください。なんとなくパターンはちょっと深め、深め中、まあ、深いとこもあるんだけど、まあ、バスは散らばっとう感じがやっぱりあって、そのどうしてもやっぱブレークに沿ってバスが回遊しようという感じで、ブレークの下のとこで打ってくるって感じなんですね。ダウンショットの 2.6g のダウンショットの、それを風が吹いた時だけ止めてズル引き、なるほど。で、風が吹かれたらシェイクすれば、まあバイトは出るんですけど、圧倒的にギルが多くてギルを駆逐してバスを取るって感じです、ね、自分なるほど。そんな感じ。ちなみにスミさんは何匹釣れたんですか？3… 三ばらしの、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。4艇中3ば3ば134センチ、はい、で4匹、はい、自分は3匹1匹最後に40ぐらいの切られたうちらのパターンは、バンクでポロポロ狙う、まあまあ大きいサイズを狙っていこうかなと。で最後もちょっと多分バンク荒らされて釣れなくなったら、市役所前のあの旧橋脚跡で回遊のちっちゃいので稼いでいこうかなと思ってたんですけど、ね、全部釣れてたらまあ結構いいとこ行けたと思うんですけど、うん、まあミスが多かったですね。はい、はい、ちなみにバンクで釣れたリグは、ドライブシャHP シャットテール 2.5 のヘビダン、ヘビダン、僕らも全部それから自分はヘビダン、ヘビダン、はい、でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、本日の第2位、合計5本 155.5cm 5並び、アトゥーシーテーATUSSY アチューシーと TKKKKC なんじゃそれ、なんか言えてないような気がしましたはい、今日のエリアパターンとか教えてください。自分が釣ったのは、朝一釣ったのは石の岬、スロープしたのは石の岬デックスクランク。そしてで、JR 筑豊本線に入って立て続けにこれな、もう廃盤のガルプワッキークローラーとのネコリグ、これでポンポンと2本30ちょいずつが来たのかな。
そしてあと恩賀橋の橋脚付近でまたこれ X で一本それで終わりかな。まあ今日はバークレー祭りやね。ちゅうことで、はい、お疲れ様でした。何を言ったらいい、本日の優勝、チーム敬老の日、あ、違ったチームどうした、チーム神で、チーム神でな、チーム何にしようか、何でもいいや、何でもいいです、チームノーザン、バカだれチームノーザン8本釣って184センチ、見事優勝です。すごいな。すごいでしょ。どっちが数釣ったんですか。数もサイズも彼が、かっこいいな。来ちゃった時代が、ひょっとしたらね、したら今日の素晴らしいパターンを体育ばっかりで短めにお願いします。短めに、はい、俺が言う、長まりそうやったら俺が言うけど、はい、それそれ長いです。今日はもうなかなか厳しかったんで、ルールを逆手に取って、小さい魚で刻んでいこうという作戦で、釣りました。以上です。言わなくていいです。もう終わり、はい、具体的にはこれリグとか具体的に何を使ってどういう風に釣ったかっていうのを、うん、具体的に一番釣れたのはサンゴ線の橋脚と橋脚の間間です。はい、あそこでシャットですね。あの小さいベッドがいっぱい浮いているということをね、神谷さんが見つけてくれて、でそこにもうあのそのシャット投げて、浮いている小さい魚をトントントンと、はい、取ることができました。えらい滑舌がいいですね。はい、もういつも滑舌がいいですよ。はい、はい、以上です。あの通常の、ね、あのキーパーっていうんですかね、25センチ以上の魚は何匹ぐらい釣れたんですか。1本です。1本。なんで笑う。やられました。だから今日のルールを逆手に取ってるんですよね。もちろんです。はい、はい、ありがとうございました。以上です。コンさん、はい、録画のボタン押してますか。大丈夫ですか。はい、安心しました。自分で言う。はい、お疲れ様です。おめでとうございます。